侵入者だ。西口伊野 B 地点、警備班は現場に急行せよ。この葉学、俺たちの犠牲を土台に虚実の映画に生きる愚かな。ペイ。まあ、これより作戦を開始する。三。お前たちに教えてやろう。この俺の痛み、この世の絶望的な断りをな。裁きを与える。それが世界のためだ。任務開始。始めるとしよう。九尾の陣中力を差し出せ。そうすればこの騒ぎは終わる。鍵を切れ。たわごと。ふん、話にならない。死んだ天兵。逃げろ。お前たちは浅はかで愚かしい存在だ。命が惜しいなら俺の質問に答えろ。命など惜しむ忍びだぞ。この兄はいない。バカな男だ。裁きを受けろ。逃げろ。死んだ天兵。逃げろ。九尾の陣中必ず引きずり出してやる。逃げろ。逃げろ。死んだ天兵。お前たちは浅はかで愚かしい存在。死んだ天兵。逃げろ。死んだ天兵。逃げろ。この子に痛みを教えてやる。逃げろ。逃げろ。暴きを受けろ。暴き先生。髪を切れ。この俺自らコロハ隠れに裁きを下す。吐け。九尾の陣中力はどこだ。陣中力、知っていても誰がお前なのに。そうか、ならば用はない。裁きを受けろ。裁きを受けろ。この歯に痛みを教えてやる。逃げろ。死んだ天兵。お前たちは浅はかで愚かしい。俺の痛みに比べれば、お前たちの痛みなど無に等しい。
エロハに痛みを教えてやる。エロエロキュービの人中力の居場所を吐いてもらうか。ここまで誰も口を割らず。さて次はあちらを攻めるか。お前はペイ。ほう、俺の名を。おとなしくキュービの居場所を教えて。誰がお前なのに。さすがに口は固いな。だが恐怖を知ればその心は消えろ。そこより世界に痛みを。この葉に痛みを教えてやる。ただキュービの人中力の居場所を吐いてもらう。強い。俺とお前の差は分かっただろう。キュービの人中力の居場所。お前のようなやつに何も話すつ。そうか。では派手に暴れて注意を引いて。ここは俺に任せて。早くお願いします、カカシさん。さてと始めますか。コピー忍者の畑かかし、こうして会うのは光栄だ。キュービはどこ。愚問だな。こんな奴を6人も相手にしてたのか。地雷奴はまともじゃないね。どうも。神羅天帝。神羅天帝。キュービの人中必ず引きずり出してやる。ここまで手こずらせたこと褒めてやる。任務達成。強さが桁違いだ。神の前ではお前の力など無力に等しい。神羅天聖。褒めて。お前はなかなかの手だれだった。だが俺の痛みはお前たちごときに止める。